朝ごはんを山のウッドデッキで食べます。いい日差し、今日天気いいよ。いいね。外から見たとき結構風があったんだけど、今あ、やんだね。雪が溶けて、お、苔も青々と。溶けたね。次の冬の巻。何見つけた？若い笹。若笹。若笹。綺麗。私にはそうは見えないけど。綺麗ですよね。柔らかいんけ、葉っぱ、きっと大きくならないでいつまでも可愛いままでいてって感じだな、はい、春のウッドデッキ。いやー、来てよかったね。うん、よかった。来てよかったっていうほどの距離じゃないけど、登ってよかったね。うん、朝ごはん、コーヒーを入れてきました。それからカップ。で、今日の朝ごはんはマフィン、エングリッシュマフィン、クリアミッシュマフィン。クリアミッシュね。クリアミッシュっていう音からクリアマってあまり想像できなくて意外でいいかもしれないな。クリアミッシュ、何のことやらさっぱりだね。クリアミッシュ、じゃじゃーん。あら、美味しそう。なんて素敵な、私ここにお皿置きたいのにどんどん物が置かれるっていう。そしてこれが一人分でしょ、うん、と卵のサンド。はい、今日の朝ごはんはこちらで、これをいただきます。コーヒーは薪ストーブで沸かしたお湯で入れましたよ。あ、いい音。暖かいね。風がこのぐらいだったら楽しく気持ちよくだな、うん、あ、いけないいけない、おしぼりが落ちている。よいしょ、こんなの落としちゃダメですから。じゃあ食べます。ちょっと味が濃すぎたトマトケチャップ、自分家で作ったやつとハムとモッツァレラチーズのスライスチーズとイングリッシュマフィン。パンはコストコで買ったやつ。オリーブオイルつけてジュッと焼いて挟んできました。美味しいです。桜はないの？ああ、卵が落ちちゃった。ん、こちらはハムと卵のイングリッシュマフィン、マスタード塗って挟んでみた。いい日差しだこと。これは見物どころじゃない。ちょっと手が冷たくなる。
そうだね、うん、風出てきたんだ。2人とも手袋をしてきたけどね、お母さんの手袋を見して。はい、ズームアップ。手編み変わり糸、これあれでしょ、勝手にこういう模様に編み上がるやつでしょ、1本の糸で。